国際反転国際反転淀山湖国際反転の一国際反転は中国上海市の人民公園を見張らせる南京路の有名なホテルである。1934年に建築され、スロバキア出身の建築家ヒュデッツラースローが設計したアールデコの建築の主要な例である。和平反転の競争相手として四行町地区会が建築した。 アメリカラジエータービルに強く触発され、上海ではヒュデッツ・ラースローの最もよく知られたビルである。22階、83.8メートルで1952年まではアジアで最も高いビルであった。中国では1966年まで、上海では1983年まで最も高いビルのままであった。 当時上海で最も有名だった場所である上海レースコースが見張らせる建物であった。取り囲む上海レースコースと上海レクリエーショングラウンドは中華人民共和国政府により人民公園に転用された。もともと国際販店は4行貯蓄会銀行が2階までを利用し、ホテルはそれより上を利用した。ヘンリー・キッシンジャーなどの多くの有名人が このホテルの常連客であった。1997年、建物はアメリカの建築家、ジョージ・グリゴリアンにより改装された。最初の3階は、三等省の上品な黒加工岩で仕上げられている。上階は、ダークブラウンのレンガやセラミックタイルで覆われている。外装は2つ主要な変更が行われている。あるコーナーに、銀行の入り口があり。 日差しが最上階に独特のシルエットを与えている。1935年13階の外部庭園は14階のバンケットに転用され窓に囲まれ格納式屋根で覆われた。不幸にもこの屋根は現在天井に組み込まれたバックライトのガラスパネルになっている。大半の内装はブルジョア様式を嫌うゆえに1950年代に共産党政府により 恋に変えられた。皮肉にも1980年代に元の様式にいくつかを戻す二度目の改装が行われた。1997年、アメリカのデザイナージョージ・グリゴリアンはアールデコ様式を用いた内装にいくつかを改築した。ユダヤ系アメリカ人建築家、クリストファー長は2001年にロビーをアールデコ様式に戻した。ありがとうございます。